潮の岬周辺の空中写真。サス城の串本町市街地と結ばれた陸系島であることがわかる。灯台がある位置は南西。国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに作成。1975年。潮の岬南端部、暮れ崎潮の岬崎灯台空撮潮の岬は、和歌山県東室郡串本町に属し、 太平洋に面する岬。北緯33度25分59秒、東百135度45分45秒、北緯33.43306度,度、東三135.76250度、33.43306、十3 5 7 6 2 5 0潮の岬は、本州最南端の呉崎を含み、紀伊半島や和歌山県の最南端でもある。 吉野熊野国立公園及び南紀熊野ジオパークの一角をなし、東にある京王島と共に熊野地方を代表する観光地となっている。また、日本でも有数の台風銀座であり、台風の位置を示す指標にされることが多い。1959年に東海地方を中心に甚大な被害を出した伊勢湾台風も潮の岬付近を通過して本州に上陸した。 日本国語大辞典、世界大百科辞典内言及、ブリタニカ国際大百科辞典小項目辞典、朝日新聞掲載、キーワード、デジタル大辞典、百科辞典、マイペディア、海の辞典、世界大百科辞典、第2版、第一輪第3版、日本大百科全書、生前版、伊勢湾台風とは、コトバンク、2020年4月6日閲覧、 ABC 南紀熊野ジオパーク推進協議会。串本町。2017年9月7日閲覧。潮の岬観光タワーと暴露の芝熊野交通ホームページ。潮風の休憩所串本町ホームページ。AB、新休憩所がオープン地域文化、自然を発信串本町潮の岬の暴露の芝。キーミンポー h t t p w w w a g a r a c o j p m o d u l e s t a i l y n e t h w s a r t i c l e p h p ストリートイコール27万74172014年7月22日閲覧塩の美さありがとうございます